こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。ねえねえマリサ、ボルテス5って知ってる？随分と古いアニメだな。確か、超電磁ヨーヨーって、必殺技を出してなかったか？それはコンバトラー V と間違えてるわね。ボルテス5は、1977年にコンバトラー V の次の番組として放映された作品よ。スパロボなどのゲームにも登場してるから、知名度は高いんじゃないかしら。そうだな、70年代といえば、スーパーロボット系のアニメが流行っているとのイメージがあるぜ。では、このボルテス5が、フィリピンでは日本以上に人気が高いって知ってた？ええ、それは知らないぜ。それでは今回は、フィリピンのボルテス5騒動を取り上げていくよ。またまた騒動かいな。それではまず、ボルテス5について、簡単に解説するわね。ボルテス5は、1977年に放映されたわ。ふむふむ。ちなみに、前年の76年に超電磁ロボコンバトラー V、77年、超電磁マシーンボルテス5、78年、東証ダイモスは、長浜忠夫さんが総監督として関わっていて、長浜ロマンロボシリーズとも呼ばれているわ。それでコンバトラー V と、似ていたんだな。前年に放送されたコンバトラー V は、実際の合体まで再現された玩具が発売され、大ヒットしたらしいのだけど、ボルテス5が放映された時は、スーパーカーブームと被ってしまい、玩具などの売り上げなどはコンバトラー V に及ばなかったみたい。世の中の流行り廃れは激しいからな。この頃の時代背景として、72年にマジンガー Z がテレビ放送されると、視聴率が 30% 近くも記録したこともあって、ブームに乗って、各社がこぞってスーパーロボットアニメを作っていた時代ね。アニメが視聴率 30% とはすごいな。その流れを受けて、長浜監督が作る長浜ロマンロボシリーズの特徴としては、従来の完全凶悪パターンからの脱却、ドラマ性の高い作品を目指したようで、敵役にも感情移入できるなど、大人が見ても楽しめる作品だったみたい。そして、後のリアルロボットとも言われる、80年代のガンダムブームに繋がったとの意見もあって、ガンダムの出現を準備した男、と評価する声もあるわね。スーパーロボットとリアルロボットの間の作品とも考えられるわけか。さて、前置きが長くなったけど、フィリピンでボルテス5が放映されたのは、日本より1年遅れの1978年。日本では、76年にカラーテレビの普及率は9割になったと言われてたから、世界的にも、一般家庭にてカラーテレビを見るとのライフスタイルが浸透し始めていたわ。今で言う、スマホ全員持つようになったって感じかな。フィリピンで、ボルテス5の放送が始まると、当時、ディズニーなどのアニメしかなかった子供たちにとっては、大きな衝撃だったようで、最初の月の視聴率は 18% を記録、関連のおもちゃや主題歌も流行したそうよ。すごい反響だ。そして数ヶ月後には、最高視聴率は 58% を記録するなど、フィリピンでは空前のヒット作になったの。ここまで成功した背景には、ドラマ性の高い作品を目指したこともあって、メインターゲットの子供だけでなく、大人の心も捉えたと考えられるわね。日本アニメは素晴らしいぜ。しかし、そのことが逆にあだとなり、あの騒動が発生するわ、最初に、ボルテス5の人気に対して、反感を持ち始めたのは子供たちの親たちで、テレビに夢中になりすぎて、勉強をしなくなり、おもちゃをねだる子供たちが続出。そして、暴力的な内容が、子供たちに悪影響があるとの、批判の声が高まっていったわ。いつの時代も子供たちは、好きなものがあれば勉強そっちのけだよな。そんな中で、フィリピンの弁護士であるトーレスさんは、ボルテス5は、アニメを利用した、日本の保守政治家による、フィリピン侵略のための策謀であるとの意見を展開して、テレビ放映に反対する抗議団体を設立し、放送中止を求める運動を行ったの。言いがかりだろうそれは。その結果、フェルディナンド・マルコス大統領が、79年8月に放送禁止を発表。ボルテス5は残り4話を残して、フィリピンでの放送が打ち切りになったの。大統領自身が中止を発表したのか。もともとマルコス大統領は、圧政を敷いた独裁者、とのイメージも強く、彼が大統領になった20年間は、暗黒時代とも言われているわね。そしてボルテス5が、放送中止になった要因として、その高い人気ゆえの、親たちの批判や、文化脅威論をはじめ、国内情勢が不安定なこともあって、政治的に利用されてしまったのかもしれないわ。また、ストーリーの内容が、反乱や革命なども描かれていることも、当時のフィリピン政府を、刺激してしまったとの意見もあるわね。ドラマ性の高さを目指したことが、裏目に出てしまったか。その後のマルコス政権は、汚職の蔓延や債務問題による経済の低迷、決定的になったのが、83年に、ライバル政治家のベニグノ・アキノさんを、銃で暗殺するとの事件が発生し、国内外からマルコス政権に対する批判が高まり、フィリピン経済は史上最悪のマイナス成長となるわ。長期政権の弊害か。求心力を失ったマルコス政権は、不満を解消するため、86年に大統領選挙を実施、国民の人気が高かった、暗殺されたベニグノ・アキノさんの妻、コラソン・アキノさんと、マルコスさんの対決になるわ。おお。
これは政権交代が起きるのか。結果、中央選挙管理委員会は、マルコスさんの勝利を発表。ええ、しかし、性選挙の疑念を持った国民による、各地でデモが発生し収拾がつかない事態に。そして、大統領を守るべき、軍からも選挙結果を疑問視する声明が発表されると、マルコスさんは、多くの民衆に取り囲まれた宮殿から、アメリカ軍のヘリコプターで脱出。その後は、ハワイに亡命することになったわ。組織が崩壊するときは、あっけないものだ。この事件は、エブサ革命と言われてるわね。こうして1986年2月に、コラソン・アキノさんがフィリピン大統領に就任。その流れを受けて、ボルテス5は、7年ぶりに放送が再開されるわ。よかったよかった。ところが放送されたのは、打ち切られた続きの残り4話分だけだったらしく、当時を懐かしむ声もあったみたいだけど、7年前のような大きな反響はなかったようね。そりゃ、7年後にいきなり続くから放送されたら厳しいわな。こうして、フィリピンのボルテス5の放送再開は、ひっそりと幕を閉じることとなったわ。その後、ボルテス5は、1990年から再放送が繰り返されてたみたい。そして、1999年の再放送の際は、フィリピンではリバイバルブームとなって、視聴率は 40% も記録したそうよ。おお、ボルテス旋風再び。しかし、その人気に対して、暴力的であるとの批判の声も再び上がって、東ダバオ州の議員さんが、放送停止を求める法案を提出したそうよ。また放送停止か、いい加減にしてくれ。前回のように放送停止に至ることはなかったみたいね。ちなみに、ボルテス5の主題歌を歌った、堀江光子さんが、フィリピンでライブを行った際は、国賓並みの待遇を受けたそうよ。人気は完全に復活したな。そして、2020年、実写版リメイクとして、ボルテス5レガシーの制作を発表。セットや衣装など、かなり作り込まれていたけど、例の病気によって撮影は一時中断。撮影は再開されたようで、今年の2022年、テレビシリーズとして放送予定みたい。おお、ボルテス5愛が半端ないぜ。あと、フィリピンでは2022年5月に、大統領選挙が行われて、当選したのは、元大統領であるフェルディナンド・マルコスの長男、フェルディナンド・マルコス・ジュニアさんだったわ。ええー、長男、同じ名前なのがややこしいぜ。お父さんのマルコス元大統領については、意見はいろいろとあるようだけど、不安定だったフィリピンをまとめ上げ、インフラを整備したことを評価する声もあって、前大統領になるドゥテルテさんも、マルコス元大統領を尊敬していたって話もあるわ。政治というものは、見方によって評価は変わってくるものね。実写版ボルテス5の放送予定の年に、放送禁止にした独裁者の息子が大統領就任って話もなかなか因縁深いな。さて、最後にフィリピンの国歌、最愛の地、を流して終わりにしましょうか。おお、これがフィリピンの国歌なのか。そして、多くのフィリピンの人たちを虜にした、ボルテス5の総監督である、長濱忠夫さんは、演出面の対立などで降板した作品もあり、トラブルも多かったみたいだけど、1980年、劇場肝炎により48歳で急逝しているわ。48歳とは、若いな。多数の長濱作品に関わり、後にガンダムを生み出す富野義行さんも、多くの影響を受けたと語っているそうよ。日本のアニメ界に多大な影響を与えた、長濱忠夫監督には敬意を表したいわね。自分の作品が、フィリピンでここまで反響が出るとは思わなかっただろうな。てなわけで、フィリピンのボルテス5騒動を取り上げてみました。コメントや、評価などいただけると励みになるぜ。それでは、バイバイ。